東京の墨田区で2010年に、自家焙煎したスペシャリティコーヒーを提供するお店を運営しております。厳選したスペシャリティコーヒーを、自家焙煎して、地元の産業である江戸切子のオリジナルカップで提供させていただいております。やはり私自身の仕事の中で給与計算とかシフト管理、その人員管理というところがすごく時間を割いていてしまっていたところがあったので、何かそこを改善できないかと考えていたところ、墨田区の墨田ビジネスサポートセンターの宮本様からご紹介いただき、申請させていただいたという流れになります。まず情報が、私が集められる情報というのはやはり少なかったのか大きかったのかと思います。コスト面とか運用面で、IT を導入するということが、不安に感じてしまっていたところが非常に大きかったと思います。 IT 診断を受けさせていただいたことによって、その不安を取り除いてくださったこと、そして私たちでも、導入し改善できるのではないかという期待を持たせてもらったこと、そしてそれが実現できる方向に向かっていることが大きかったのかなというふうに思っています。シフトや、勤怠管理、またそれ以外にも経理など、私にとって今まで負担に思ってしまっていたところを相手によって改善することで、その余力を新たな事業に対して使っていけるような活用の仕方ができるかなというふうに思っています。私たちにとって、少しでも新しい挑戦ができるように、IT を使い、身の丈に合った活用をすることで業務を改善していきたいなというふうに思っております。特に今こういった状況の中で大変な状況ではありますので、少しでも生き残っていけるように活用していけたらなというふうに思っています。3回の面談を通してですね、企業様の経営課題あるいは業務課題を全体最適の視点から見える化をするというところで、いろいろなテンプレートを使ってですね、うまく IT 利活用がですね、会社のためになるんだというところを理解していただくというところが主な目的になっています。いろいろな業務についてまずヒアリングをさせていただいて、その中でじゃあその勤務管理っていうの課題というところがですね、どれぐらい優先度が高いかというところも含めて整理をさせていただきました。勤務管理もそうですし、あるいは請求業務などもちょっと深くなっているというところで、そこは IT を活用して解決できるのではないかなという話が一つありました。またあとはですね、非常に美味しいコーヒーという、強みをお持ちなので、さらに、お客様を増やしていただくというところで、SNS などの活用なども、ご提案したりしました。